これから議案の採決に移らさせていただきますが、その前に私から一言申し上げます。えまずは当たり前のことを当たり前に行うことが難しいこの時代にえ、こうして予定通り決算発表ができ、株主総会を開催できたことを本当に嬉しく思っております。これも一重に関係者の皆様のご尽力のおかげと感謝しております。ありがとうございました。また皆様からは、 泣き虫社長と言われてしまうかもしれませんが、決算内容をご承認いただく取締役会で、ありとありがとうございますという感謝の言葉を伝えたとき、思わず涙がこぼれました。2011年3月、グローバルビジョンを一人で発表した際には、世界販売750万台、為替85円でも営業利益1兆円が出せる企業体質を目指す。 と申しし上げましたそれ以降、体質強化は進んでいるのかという質問をいただくたびに、私はリーマンショックのような危機に再び直面したときにしかその答えは出ないと思いますと申し上げてまいりましたそして今回リーマンショックを上回るコロナ危機が世界を襲いました私が指示をしなくてもトヨタの現場はフェイスシールドの生産をはじめ 人命第一、安全第一の優先順位に基づき、即断即決即実行で動いてくれました。決算発表においても、あくまで見通しにすぎませんが、トヨタは赤字には陥らないというメッセージとともに、世の中に対して一つの基準をお示しすることもできたと思っております。体質強化は進んでいるのか、このご質問に対して、今私は、 こうお答えしたいいと思いますトヨタは確実に強くなったと思いますそしてその強さを自分以外の誰かのために使いたいと思っておりますこの11年間従業員のみんなには随分と厳しいことを言ってまいりましたそれでも私の言葉を信じそれぞれの現場で 地道な努力を続けてくれ,たくれた従業員、今回の決算でお示し,した数字は、全世界37万人の従業員とその家族、全員で作り上げたものでございます。そう思ったとき、取締役会という場でございましたが、涙をからえることができませんでした。 台数や収益を一番に考えるのではなく、もっといい車を作ろうよ。世界一ではなく、街一番の会社を目指そうよ。石にかじりついてでも、日本のものづくりを守る。振り返りますと、私がしてきた決断は、時代の潮流にも、トヨタの保守本流にも逆行することが多かったと思います。会社の中で 社長は孤独な存在です特に私は就任当初から歓迎された社長ではありませんでしたのでいろいろな意味で孤独を感じることが多くありましたそんな私が大きな流れに逆らいながらも何とか前に進むことができましたのは株主の皆様のおかげでございます中長期的な視点に立ち ずっとトヨタを応援し、ずっと私を支えてくださった株主の皆様に、この場をお借りして、改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。<拍手 S 1> 私は株主総会は1年に一度、自分たちの姿を鏡に映し出す大切な機会だと思っております。株主ののの皆様に今の私たちの姿は どのように映っているのでしょうか。これまでのトヨタとは違った少し頼れるトヨタの姿が映っていればいいなと思っております。最後に皆様にお伝えしたいことがございます。ご安心ください。トヨタは大丈夫です。リーマンショックの時と今の我々は違います。コロナ危機に直面しても自動車産業のこと、日本経済のこと、 そして地球のこと、これから生まれてくる子どもたちのことを考えることができる強さを備えております。私たちはようやく世の中の人たちから頼りにされる企業になるためのスタートポイントに立つことができたと思っております。私は暗い世の中は嫌なんです。世の中が明るくなるよう、皆様の元気の源になれるよう、グローバルトヨタ全員で 心を合わせて頑張ってまいりますので、これからも皆様の温かいご支援をお願い申し上げます。